皆さんはじめまして、ドリオンと申します。この動画ではですね、まあちゃんとアジア開発、そしてですね、結構 IR が、出ていたので、見ていきたいと思うんですが、まずまーちゃんとも、IR が出ています。で、BTS の方は、マイナス2ということで、そこまでですね IR の反応はないかなというところで、アジア開発東京機会に関しては今の段階では、会社ホームページから特に、確認はできませんでした。で、グローバル A、ストップ高のグローバル A、一応 PTS だけ確認しますと、マイナス24ということで、始まった時はね、720まで上げていたんで、ある程度下げたら盛り返すかなというところで、グローバルウェイ以外もですね、シーズメイン、インクルなんかも、ストップ高のまま、シーズメインに関しては、PTS もストップ高になっています。シーズメインの、材料としてはですね、ファッションブランドメタバース参入支援を行うポリゴンテーラーインポート事業を開始すると発表しておりということで、ファッションブランドが現実に展開する商品をアバター用に変換するほか、メタバース内での商品展開やブース出店などを行うことができるということで、この事業の開始にあたって同社のメタバース戦略を統括する職に業務提供を行っている外神田商事の、木田和成さんという方が就任したと。で、こちらの材料がですね、交換されて、2日連続ストップ高ということになりそうです。今回はですね、今回というか今日ですね、メタバース関連でもう一つ大きい、材料が出ていてですね、TFA という会社と、PTS は、10% の上げなんですが、GFA がですね、クラブキャメロットメタバースオープニングコンテンツが正式決定したということで、こちらの、資料というかね、IR 見るとピクセルも名前が出てきているんですよね。なので、ピクセルの方も、株価 PTS 上がっていましたが、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。で、こちらがですね GFA の IR のところで、共同事業の具体的内容と。で、GFA とピクセルは両社で展開するメタバースの共同事業の第一弾としてクラブキャメロットの事業を実施するというところで、ここでピクセルの、名前が出てきているのですね、ピクセルの方も PTS が上昇しているというところで、で、ここまでメタバース今2つ来たんですが、もう一つですね、まーちゃんとの IR も確認していきたいんですが、まーちゃんとの方はですね NFT の方なんですが、ヴィンテージカーの NFT 化に関する取り組み開始のお知らせということで、でもメタバース NFT 仮想通貨なんかね、このうまくこう連動しているというか、ぐるぐる回っていくと思うので、そのうちの一つ NFT のヴィンテージカーの NFT の取り組みを始めるということで、先ほど見た段階ではね、PTS そこまでいい反応ではなかったんで、今日戻しては、暴落の後戻しては来てますが、これからだなっていう感じですね。NFT とかもね、その実績というか、なかなか見通しが難しいんで、どれほどね、売り上げに直結するとか、PTS 買われるっていうのは、なかなか極めるの、見極めるのがね、難しいかなと思うんですが、まーちゃんともね、今後もう一回、高値、4桁ですね、1000円台を目指して、それと一緒にですね、アジア開発も上がってくれればなという期待をしています。で、掲示板見た感じだと、そのヴィンテージカーとかね、ちょっとこう、ニッチな部分、ちょっとオタクじゃないですけど、そういった部門っていうのは、やっぱり、一つ一つの単価も高いし、
まあそれなりにやっぱ需要もあるので、まあいいところを狙っていったんじゃないかなみたいなコメントも多く見られました。ということで、まあ、PTS の方はね、マーチャントそこまで上がってませんが、まあ明日から、またアジア開発マーチャント資金が回ってくると面白いかなというところで、今回ですね、アジア開発は PTS6.0 ということで、6.0、6.1 ということで、まあ、あんまりね、いい水準というかね、ではないんですが、まあ、だいぶ落ちちゃってるなって感じはするんですが、まあ、まずは7円、8円を超えてね、10円以上いってほしいなっていう感じはしますが、まず、月曜日ね、大幅反発が多く見られた今日だったんでね、ストップ高も多かったということで、まあ、明日以降、また、反撃をね、していってほしいなと思います。でまた右上のところにですね、あの自分がやっている株のブログのリンクを貼ってありますので、もしよければそちらもチェックしてくださいと。で、よかったらですね、チャンネル登録をしていただいて、他の、株の動画も上げていますので、よかったら見ていってください。で今回以上になります。ありがとうございました。